皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリムを使いまして、ネットビネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、LINE、そして LINEPay がですね、ついにですね、こう2つがですね、連携してですね、えー、すごいものがですね、えー、発表されましたので、今日それについてお話ししたいと思います。 まずこちらからご覧ください。どうぞ。はい。注文から決済まで LINE のトーク上で簡単に LINEPay の決済が可能にということですね。ここにあります。7月15日から LINEPay の加盟店、マイページ上にプリント QR の URL が表されるようになりました。ということで、そして、同日、 LINE 公式アカウント上で公開されたお支払いリクエスト機能に、マイページに追加された URL を設定することで、LINE 公式アカウントのチャット上でのスムーズな決済を実現しますというのが書かれているんですけど、ここにまあ絵がありますので、ちょっと絵を見てみますですね。こんな感じになっているんですが、つまりですね、例えばテイクアウトとか、例えば何かですね、事前にこう予約で注文しておくとかですね、もしくは最近だったら、 あの、オンラインを使って何かこう、ダンスを教えるとかですね、え、オンラインを使って何かをするみたいな時に、まあ、LINE のトーク帳で,ですね、何々を注文すしますみたいな形で行くとですね、えー、それに対して、えー、ここからですね、決済 URL を発行して、クリックしてすぐに決済完了みたいなことができるようにするっていうのがですね、まあ、イメージなんですね。 ここには URL が出ているイメージなんだけど、ここはですね、URL じゃないものが、実はね、えー、出ています。えー、その他 URL をメール等に貼り付けて送信したり、URL 送信がプリント PUR、QR をビデオ通話時の画面越しにかざして決済することも可能ですということで、これはね、かなりやばいですね。あのもうこう、画面見してできると。 ま、これは、あの、今までであれば、あの、本当はできそうだし、あの、よくやってたんだけど、でも、ダメだっていうことになってたので、あの、こっそりやってる人いましたけどね、ダメだってことだったら、これも可能だということで、これなら簡単にできますよね。え、あの、ビデオ通話してるときに入ってこう見せればいいんでね。で、こんなこともできますということで、え、今日はですね、実際にその、え、設定などをですね、説明していきたいと思います。はい、ではまずですね、えっと、自分の、はい、え、LINE、 公式アカウントですね。公式アカウントの方にまずログインしましたら、ここのですね、上にありますチャットっていうところですね。ここに進みます。はい、チャットの設定のところにね、進みます。そうしましたら、ここのところにですね、一番右のところにお支払いっていうのが追加になっているので、ここに進みますね。はい、そうしましたらですね、 このところでお支払いの設定は、ふにゃらふにゃらでできますということで、マニュアルを見るって書いているので、またこれ URL はですね、あの、ブログの方に貼っときますので、また見ていただきたいんですけど、そしてここに URL を設定いうの今されていると思うんですね。これをするだけなんですが、まず公式アカウント側の設定はこれだけです。で、次は LINEPay 側ですね、の設定が必要なので、ちょっと LINEPay 側の設定をですね、今から見ていきたいと思うんですけど、 はい。えー、まずはですね、こちら。自分の LINEPay のアカウントでログインします。もちろん、これは公式アカウントと LINEPay っていうのが両方ちゃんと紐付けしてなければダメなんで、その設定はしてほしいんですけど、えー、同じ人じゃなければもちろんできないので、えー、そうしましたら、この LINEPay の管理画面に入りましたら、下のところに QR コード管理っていうのがありますので、ここに進みますね。この上のところに、 プリント QR 非対応決済利用ご利用申請フォームってなりますので、ここに進みます。はい、そうしましたら、ここのところに、加盟店 ID とブランド名と担当者のメールアドレスを入れて、あと、決済方法を追加してくださいっていうのが出てきますので、 ここに従ってください。まあ、加盟手 ID っていうのは、す、ま、べ、あ、てね、あの、ログインするときの ID だったりとか、あの、アカウント設定のところに出てますので、加盟手 ID。そして自分の、まあ、ブランド名っていうのは、ヤゴーですね。これもあの、あの、LINEPay の中で、あの、設定するとこありますので、そこと同じものを入れてください。そしてメールアドレスも、LINEPay で申し込んだときのメールアドレスが出てますので、それと同じものを入れて、で決済方法のとこで、 まあ、あの、対面、非対面、両方で利用にするといいと思います。まあ、今まで使っている方は、対面のみだったのに、非対面やめる場合はもちろんこれやるべきだけど、今回はほとんどが一番上にチェックになると思います。で、この形にしまして、えー、上記内容を確認しました、押して、えー、申請してあげると、メールが、お ま送信されるわけなんですけど、送信されたメール、ありがとうございましたって言って、あの、確認しましたっていうのが、まあ、自動で出るんですね。もう、この瞬間でもう OK です。これができれば、設定できるようになります。では、実際にですね、どうやって設定するかっていうところに進んでいきたいと思いますけど、はい、まずは、この、2つね QR コード決済という方法があって、あの、QR コードを提示して、そこに、お客さんが QR を読んで、 で、そこで金額をお客さんが打つっていうやり方と、で、もう一つは金額が入った QR コードを生成して、そしてお客さんは読むだけでいいってやつと、まあ、2種類あるんですけど、まず最初にですね、いわゆる皆さんがよく知っている QR コード決済っていうのは、店頭にある QR コードが置いてあって、それを読んで金額打つってパターンじゃないかなと思うんで、それをちょっと説明しますと、この加盟店 QR コード管理の中の、 一番上のとこにですね、えー、QR コードプレビューっていうのがありますので、えー、ここに進みます。で、今までであれば、この QR コードをですね、えー、実際にプリントアウトしたりとか、もしくはこれと同じものが店頭に置いてあるというイメージなので、これでできるんですけど、ここにですね、URL をコピーっていうのがありますので、これ,これをコピーするんですね。はい、えー。コピーしましたら、さっきのですね、チャットの設定画面、ここのとこですね。 このところの URL 設定のところに、ここにペーストすると。そして保存すると。これで OK です。これで保存って言った。これで OK ですね。これで設定終わりなんですね。はい。ではですね、今度はですね、LINE の公式アカウントのアプリね、これを起動します。で、例えば、この旅は、ありがとうございますみたいな感じで書いて、はい。そして、こちらから、お支払いくださいみたいな。 おし、お支払いくださいみたいな、えー、形で書いて、はい、送信しますね。そして、えー、この後どうするかっていうと、あの左下の方にあります、プラスって書いてるとこね、えー、ここを押していきます。そしたら、この下のところの一番下のところに支払いリクエストってのが出ますので、この支払いリクエストをポチッと押します。 そしたら、えー、オシャリクエストを送信していいですかっていう画面が出てきますので、えー、これで送信って、えー、押していただくと、はい、送信って押していただくと、これでお支払いリクエストが遅れました。そしたら、今度はですね、えー、逆、逆ですね。今度はユーザー側、お客さん側がどういう作業するかってことで、ちょっと見ていきたいと思いますけど、お客さん側が、まあ、LINE がピコンってなったから、えー、LINE 開いてみると。 そしたら、えー、この度ありがとうございました。こちらからお支払いくださいということで、お支払いリクエストっていうのが来てますね。で、ここでもうこのお支払うってとこを押します、はい。ポチッと押しましたら、そしたらここでですね、えー、金額を入力してくださいって出るんですね。えー、500円でちょっとやってみますけど、500円で入れまして、えー、完了しまして、えー、決済するっていうのを押しますね。はい、そうしましたらこれで LINEPay の方の画面に 部分ですね、ちょっと指紋認証の方で行、えー、ってみたいと思いますけど、はい、えー、指紋認証の方でこの500円のページに行きまして、で、えー、これでいいですかっていう確認が出てるので、えー、これで支払うと。はい、えー、そうしましたらこれでですね、えー、支払いを処理してますっていうのが出まして、で、はい、これで完了しましたかな。えー、500円完了しましたみたいな形のものが出まして、 そうしましたら、開きましたら、えー、こちらのとこにはですね、もう何もここ来ないんですよね。で、えー、っと、今度ですね、これで決済が終わってるわけなんだけど、えー、僕の方の画面見てもらうと、 僕の公式化関東の方を見ても何も出てないので、なんか一応ありがとうございましたとかね、自動で出ればいいのに、まあ、出ないのですね。ここは l i n e ペイの方の管理画面の方で確認するか、もしくはさっきの確認しましたっていう画面を写真で送ってもらった方がいいですよね。スクショを撮って写真で送ってもらって、完了しましたとかでやらないとですね。 あの、あの、終わったかどうかっていうのは、まあ、管理画面見ればね、わかりますけどねで。そのような形でやっていくといいんじゃないかなと思います。で、これが、いわゆる、えー、普通のもんなんだけど、金額入力する場合は、今まで画面を確認して、OK って言ったら、あの、承認してたんだけど、今回の場合は、向こうはもう、あの、金額打ってる画面見ることできないので、ビデオ通話とかしなければできないので、だから、その後のスクショを取って見せてもらうしかないですね。えー、この点がちょっと厄介です。 となると、もう一個のやり方の方が、非対面の場合は重要ということになります。つまり、金額を決めて、そしてそれで支払ってもらう方が間違いないと思いますので、そのやり方をですね、説明したいと思います。と、ではですね、もう一回ちょっと管理画面の、LINEPay の管理画面を見ていただきたいと思うんですが、LINEPay の管理画面の中の、 今度ですね、1個下にあります、ここですね、プロダクト URL って書いてる方、こちらに進みます。 はい。プロダクト URL に進みましたら、こちらのところで,ですね、商品登録ができるんですね。で、事前にも、例えば、あの、なんとかのアドバイス5000円とか、例えば何々3200円とかっていうものがあれば、それらを全部設定しておけばいいんですけど、商品を設定しておけばいいんですけど、まあ、組み合わせがですね、いろいろあったりとか、金額がですね、その都度変わるってこともあると思いますので、その場合は、ここで、えー、新規登録ですね、ここにあります、新規登録に進みます。 はい。そうしましたら、ちょっと画面が別のとこ行ったので、今出しますと、よいしょ。はい。えー、新規登録の画面が出ますので、えー、ここのとこで入力していくわけなんですがで、ここら辺にですね、なんか写真入れてくださいとか出てるんだけど、ちょっとこれ置いといてやってますね。でここのとこに商品カテゴリーってあるので、例えばですね、こんな感じのものが出てくるんですよ。 どういうカテゴリーですかって出てくるので、まあ、自分の商売のカテゴリーっていうのを選んでおいていただきたいと思うんですけど、ちょっと僕の場合はこのその他に今していますねで。例えばここにコンサルティングみたいな感じ、あ、セミナー台にしましょうか。ああセミナー台作ったのか。コンサルティングみたいな形で、コンサルティングみたいな形で入れていきますね。ティングみたいな形で入れてきまして、 で、これデバイス ID っていうのがあって、これは、あの、何でもいいんですけど、まあ、商品番号みたいなもんだと思ってください。えー、何か、えー、っと、なんか001とかなんかこんな感じで付けて次、これ英語になってますけど、アイテムアマウントって書いてます。これ金額です。例えば、えー、っと、1万1000円とかね。こんな感じで入れましたら、これを保存します。ちょっとわざと画像なしでいってますね。はい、これで保存完了しましたっていうことで、 そうしましたら、ここがね、2行に今増えたと思うんですね。そして、下がセミナー代で、上がコンサルティングって書いてると思います。ここをですね、見ていきますと、ここのところにですね、QR プレビューっていうのがあると思いますので、この QR プレビューに進みますと、ここに URL があります。この URL をコピーしましたら、さっきのですね、このチャットの設定画面のところの、ここんとこに、これをね、入れていきます。 そして、えー、保存しますね、えー。そうしましたら、今度はこれをですね、えー、これで保存されたので、今度はですね、これが行くことになります。じゃあちょっとですね、えー、もう一回やっていきたいと思いますけど、はい、ではですね、えー、こちらをご覧ください。はい、では、えー、支払いリクエストのところをちょっと押していきますね。もう一回支払いリクエストを押してい、えー、きますと、さっきと URL が違うかな。これ、 保存したかな保存しました。変えたやつを保存しましたかね。はい。そしたら、えー、これでちょっと押してみたいと思うんですけど、はい。そしたら、今度はですね、えー、この形にしまして、えー、っと、今度お客さん側の方ですね、の方を見ていきますと、 もう一個ピコンってきましたので、同じような形で支払うに進んで、また同じく LINEPay のです、ね、開きますかって出て、パスワードの認証があって、そしてここに行くと、確かに1万1000円のほうになってますよね。でこれで同様にですね、残高足りないですけど、支払うに進んでもらえれば OK ということになりますね。 はい。なので、今回の場合で見てみましたら、やっぱり金額を入力してするっていう形の方が楽チンだと思うんですけど、その場合はですね、まあ、事前にこう、その金額の QR コードを作っておいてですね、それを送るっていう形にしなきゃいけないんだけど、いちいちその都度ですね、 変えなきゃいけないので、何か、こう、え、リストかなんかでね、選べるようになってたらもっと便利なんですけど、まあまあ、あのー、そんなに急にね、どん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 注目来るわけじゃないと思いますので、事前にこうやり取りの中で、LINE のトークのやり取りの中で金額が決まったら、その時にシャサッと作ってですね、え、それを送信していけば、え、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。えー、簡単にできると思いますので、ぜひやってみましょう。はい、今回はですね、この新型コロナウイルスを受けてですね、あのー、 QP 値で作った機能で、本当に素晴らしいですね。オンラインで、オフラインとオンラインを組み合わせたですね、決済ができますので、ぜひね、活用していただければと思います。インスパイアの答えでした。ありがとうございました。バイバイ。